そろそろカジノも夜の部か。そんじゃ適当に遊びながら例の行員の聞き込みでもするか。いやダメだって。潜入捜査でもないのに遊ぶ必要は全くないかと。とにかく従業員の人やお客さんに聞いてみましょう。ガンツさんの消息について何かつかめるかもしれないわ。へいへい、了解。おや、これは皆さん、ランディと一緒に遊びに来られたんですか？いえ、実は。ちょいとオーナーに聞きたいことがあるんだけどよ。行方不明？そんなバカな。今日だってうちに遊びに来て荒稼ぎしていかれましたが。本当ですか？しかも荒稼ぎって。おいおい、オーナー人違いじゃねえだろうな。俺たちが探してんのはマインツの行員をやってる月も勘もねえ野郎だぜ。ああ、もちろんその方のことさ。2週間前になるか、久々に顔を見せたかと思ったら別人のように強くなっててな。おかげでうちのディーラーは負け続き、50万ミラくらい持っていかれてるよ。50万ミラ？かなりの大金ですね。おいおい、マジかよ。なんかイカ様をやってるとかそんなんじゃねえんだよな。私たちもプロだ。イカ様があれば気づくさ。とにかく異常に勘が冴えてる上にありえないほどの月の良さでな。一体彼に何があったのかこちらも知りたいくらいなんだ。町長さんから聞いた話と随分違っているみたいだけど。あのオーナー、ガンツさんは鉱山町にはずっと帰っていないそうですが、滞在場所はご存知ありませんか？ああ、それならすぐ近くにあるホテルに毎日泊まっておられますよ。それも確か最上階にあるデラックスルームだったはずです。あの高級ホテルのデラックスルームですか？おいおい、どんなお大臣だっつの。でも意外とすぐに消息が判明しましたね。ええ、早速訪ねてみましょう。もう日が暮れたか。とにかくガンさんと一度話をしてみないとな。ええ、向こうにあるホテルに行ってみましょう。デラックスルームは確か最上階にあったはずよ。カジノで大勝ちをして優雅にホテル暮らしかよ。ったく羨ましいじゃねえか。ランディさん、そういう問題では。あら、お久しぶりね。ご無沙汰してるぜ。ああ、なんだおめえらは。失礼します、クロスベル警察の者です。マインツのガンツさんですね。そうだな、
おめえらどこかで見たことがあるような。え？というかこの人、軍用犬騒ぎの時に襲われそうになっていた行員さんの片方では。な、あの時の。そんなこともありやがったな。思い出したぜ、確かに警察のガキどもだったな。この俺様に何の用だよ。その、実はマインツの町長さんに頼まれまして、あなたの行方を探していたんです。町長が俺のことを？一体何の用だってんだ。あんた、こっちに来たまま2週間も連絡取ってねえんだろ。失踪したんじゃないかってえらく心配されてたぜ。それで私たちが捜索を引き受けたんです。なるほどな。よかったじゃねえか、ちゃんと見つかってよ。と言ってももう俺はマインツなんざ帰るつもりはねえんだが。そうなんですか。一体どうして。決まってんだろ、俺は手に入れたんだ、天才的なギャンブルの腕をな。腕や勘だけじゃねえ、女神の幸運も俺様のもんだ。誰があんな田舎町に戻ってせこい穴掘りなんぞやるかっての。そんな。おいおい、そのいいんですか。みんな心配しているんですから、せめて町長さんには連絡を。うるせえ、俺にさせてすんじゃねえ。もう一儲けしたらミシュラムにでも行くか。おい女ども、週末あたりにテーマパークに連れて行ってやるぞ。宝石店とブティックで何でも好きなものを買ってやる。楽しみにさせてもらうわ。ダメだな、あれは。完璧に舞い上がってやがるぜ。ああ。残念だけど、町長さんに状況を伝えるしかなさそうね。私たちが説得するというのも筋違いでしょうし。そうですね、本人の意思もありますし。ロイド、何か気になることでもあるの？いや、ちょっとね。もともと月も勘もない下手の横付きでしかなかった週末ギャンブラー、どうしてこんなに勝ち続けることができるようになったのかと思ってさ。それは、うん、確かに気になるな。つうか、ぜひともコツを伝授してもらいたいくらいだぜ。ランディさんもギャンブルはそこそこ強いと聞いてますけど。調子がいい時はな。だが2週間連続で勝ち続けて50万ミラ稼ぐなんてのは無理だ。ま、ジャックみたいな凄腕の賭博師ならありえるかもしれんが。あれは小説の話でしょ。あら、なんだ、まだいたんだ。おいおい、ご挨拶だな。そうだ、二人とも少し話を聞かせてくれねえか。あのガンツって兄さんについてなんだが。うん、別にいいわよ。なになに、ひょっとして犯罪絡み？いや、そうじゃねえが。あの兄さん、いつもあんな調子なのかよ。いくら酒が入ってるからってあまりに横柄すぎやしねえか。そうね、確かに最初の頃はあそこまで威張り散らしたりはしていなかったけど、そのうちどんどん偉そうになってったかな。うちらは客商売だからあんまり気にはしてないけど。
そうか。あの態度は酒が入っているからだけじゃないってことか。それにしても彼ほんとすごいのよね。まるで伏せられたカードが見えてるみたいに勘が冴えてるんだもの。ルーレットなんて数字をピタリと当てちゃうし、ディーラーの人たちの考えも見抜いちゃってるみたいだもん。それはすごいですね。はあ、そこまでいくと勘というより超能力だな。なんでその力が俺に目覚めないんだっつーの。ガッツさんについては知っているのはそのくらいだけど。そんなんでもいいわけ？おう、サンクス。また暇な時にでも店に寄らせてもらうぜ。期待しないで待ってるわ。それじゃ、またね。とりあえず町長さんに連絡を入れた方がいいんじゃないかしら。なあ、そうだな。もしもし、こちらビクセンだが。どうも、特務支援課のロイド・バニングスです。おお、君か。ひょっとして何か情報でもあったのかね。いえ、それが。なんと、そんなことになっていたのか。まさかあのガンツがギャンブルで大勝ちをして高級ホテルに泊まっているとは。さすがに連れ戻す説得まではできなかったんですが、一応報告だけでもと思いまして。そういうことであれば、明日にでも私が町に出て彼と直接話をしてみるつもりだ。ありがとう、本当に助かったよ。いえ、お気になさらずに。また何かあったら遠慮なくこちらに連絡してきてください。できる限りのお手伝いをさせてもらいますから。ありがとう、その時はよろしく頼むよ。町長さんはなんて？ああ、さすがに驚いたみたいだった。明日、クロスベル市に来て直接話してみるってさ。ま、身内が話すのが一番いいかもしれねえな。ティオ、さっきから静かだけど、何か気になることでもあるのか？いいえ、ただ今日はいろいろあったので疲れてしまったみたいで。そうか、遺跡の調査もあったしな。もう日も暮れているし、そろそろ支援課に帰りましょう。キーヤちゃんも待っていることだし。そうですね、キーヤの笑顔が見られれば疲れも吹き飛びそうな気がします。大げさだな。ま、気持ちはわかるけどさ。やれやれ、揃いも揃って親バカというかなんというか。そんじゃ、とっととキーボーの顔を見に帰るとすっか。
ただいま。帰ってきた。あかり。キーヤはいつも元気だな。うん、キーヤ元気だよ。ライドたちは遅かったね。お仕事忙しかったの？まあまあかしら。まあ今日は移動に車を使えたから、その意味では助かったかもな。ですね。ねえねえティオ、なんか疲れた顔してるけど大丈夫？ええ、大丈夫です。キーヤの顔を見たら元気になっちゃいました。キーヤ？キーヤ、元気だからティオにお裾分けしてあげるね。スリスリ。あ、なるほどね。確かにそいつは効きそうだな。何よりの特効薬かもしれないわね。ありがとうキーヤ。元気出てきました。そっか。そういえば課長はまだ帰ってないのか？課長ならそこの部屋にいるよ。さっきお客さんが来てお話ししてるみたい。お客さん、こんな時間に珍しいな。どんな人だったの？おひげが生えたクマさんみたいなおじさん。課長は先生って呼んでたかな。ああ、イアン先生か。珍しいな、こんな時間に。一応私たちも挨拶した方が良さそうね。私は夕食当番ですから、そちらはお任せしておきます。大丈夫か？なんだったら夕食当番くらい俺が変わるけど。いえ、すでに下ごしらえは済ませてありますから。キーヤ、晩ご飯もう少し待ってください。だったらキーヤも手伝う。そうですか。それではよろしくお願いします。失礼します。おう、遅かったな。いや、お邪魔しているよ。やっぱりイアン先生でしたか。珍しいですね、先生がいらっしゃるなんて。ああ、セルゲイ君に少し聞きたいことがあってね。他の用事もあったついでに足を運んだというわけなんだ。他の用事ですか？ああ、端的に言うとキーヤの身元についてだ。もしかして何か分かったんすか？いや、残念ながらギルドにも依頼したそうだが、私もセルゲイ君に頼まれて他の可能性について調べていてね。残念だが、いや幸いというべきか、その可能性はないと分かったんだ。他の可能性ですか？ああ、数年前の話なんだがな、カルバード共和国を中心に子供が拉致される事件が相次いだことがあったんだ。子供が拉致？それって。詳細は省くが、かなりのでかい事件でな、カルバードだけじゃなく周辺諸国にも被害が及んでいたことから、国際的な捜査体制が組まれることになった。この捜査体制には各国の軍隊、警察組織、そして遊撃士協会が協力した。そんなことか。
初めて聞きました。俺も初耳だな。あまり知られてないってことは相当ヤバい事件だったんすか。ああ、結局事件は解決したんだがね、かなり深刻な内容だったので結局は極秘扱いになってしまった。私は民間のアドバイザーとして偶然関わっていたんだが。ちょっと待ってください。もしかしてキーヤがその数年前にあったという事件の被害者である可能性が。そう思って当時の被害を改めて調べてみたんだが、キーヤ君に該当する子は結局見つからなかったんだ。事件を起こしていた連中もほとんど検挙されるか自滅している。そのことが改めて分かったのでセルゲイ君に伝えに来たわけだ。そうだったんですか。少し安心しましたけど、まさかそんな事件があったなんて。ま、その事件についてはいずれお前たちにも話してやる。ただ結局キーヤについては振り出しに戻っちまったんだがな。ま、いいんじゃないっすか。身寄りが見つかるまで俺たちが面倒見りゃいいんだし。ああ、当分の間はここで保護した方がいいだろう。ただ本当に身寄りがなかった場合、里親を探すなり教会の福音施設に預けることも考えるべきかもしれない。それはでもいずれそういうことも含めて考える必要があるってことだ。子供一人を預かって育てるってのは半端な覚悟でできることじゃねえ。どれだけその子が可愛くったってな。そうですね。まあ確かに猫の子を預かるのと同じわけにはいかねえか。すまない、厳しいことを言ってしまったな。そういえば任務から戻ってきたばかりみたいだな。報告もあるのだろうし、私はそろそろ失礼させてもらうよ。いえ、そんな。実は先生にも相談しようかと思っていた案件だったんですが。おお、私に？ええ、実は。なるほど、そんなことがありやがったのか。いかにも支援家らしい仕事じゃねえか。結局事件ではなかったので本人の説得はしませんでしたが、町に帰るよう説得くらいした方が良かったんでしょうか。うん、難しいところだな。遊撃士だったら説得や交渉も仕事のうちに入るんだろうが、警察の人間がそれをやった場合民事介入になる可能性もある。なかなか難しい線引きのところだね。やはりそうですか。まあいい年した大人なんだし余計なお世話ってもんだろう。これでガキだったらケツでも叩いて家に連れ戻してやるところだが。そうね。しかし天才的なギャンブルの腕と別人のような月と感か。先生、何か心当たりでも？いや、偶然かもしれないが、ここ最近似たような話を二つばかり聞いたことがあってね。本当ですか？まさか他にもギャンブルで一山当てた奴がいるとか？いやいや、そうじゃないよ。聞いた話というのは、とある証券会社の証券マンと貿易会社の経営者なんだがね。どちらも最近大きな損失を出して非常に困っていたそうなんだが、ここ数日で耳を疑うほどの素晴らしい業績を上げたらしいんだ。特に証券マンの方はまるで未来が見えていたかのような月と勘で株を売買したらしい。
それはどこかで聞いた話だな。もちろんただの偶然だろうけどね。ただ聞くところによると、その二人の態度もあからさまに横柄になったという話でね、少し気になってしまったんだ。確かに気になりますね。うん、イアン先生、その二人の身元について詳しい情報は分かりませんか？ああ、その気になればすぐに調べられるだろうが、念のため確かめておくかね。ええ、できれば。課長、何か気がかりでも？ま、こういう鍵をしてたら情報は大いに越したことはねえ。ただそれだけの話だ。なるほど。兄貴も言ってたな、捜査の決め手は勘と足による情報集めだって。さてと、私はこれで失礼しよう。君たちも気になることがあったらいつでも相談してきてくれたまえ。できる限りの協力をさせてもらうよ。イアン先生、ありがとうございます。その時はどうかよろしくお願いします。